3階にあるんですか？3階にあります。最初の感じじゃないですか？3階あるの知らねえかな。2階階段、階段も嫌だ。今3階、ちょっと今日メカニック休みで大変な状態があるんですけど、全然突然来てすいません。いい、まだ札幌ラブみたいな買い物止める。スペースを。ちょっと待って。ね、またがってみて。え、いいですよ全然。これもう動画になってんの？撮影モードになってんの？イエーイ！これアップとかなんないの？これ動かすだけ？めっちゃかっこよくね。どうですか？乾燥ってこと。あ、消えた。消えたよ。画面黒になったよ。もうちょっとこっちに来ても。あ、手前に、ね。あと半分ちょっと倒す感じかもしれないですね。ちょっと倒します。うん。あ、こまこま版何本。実際に見るとなんかでかく見えますよね。多分まだ見慣れてないからです。これだんだん慣れてくるとちっちゃくなる。なってきます。これ本当になってきます。ちっちゃくなる。もっとでかいのになってくる。これまだどうなの？下から舐めます。舐めます。いい感じに。いい感じって言われてもわかんない。めっちゃ買って、で実際もうほぼほぼ終わってて、車検も通して、CC バーをくっついて、あといろいろ細かい点検して、どうですかね。まだぜ。まだがってみる。まだまだ上がんないの。
48発売になったじゃないですか、はいはい、あれって正直なところ、はい、俺欲しいって言った時あったじゃないですか、はい、あの時に予約してたら買えてました。あれ何月目でしたっけ。11月後半ですよね。11月の後半は微妙な段階じゃないですか。あ、11月の後半か。いやわかんないですね、タイミングなものはあると思うんですけど、僕らも出ると思ってなかったですかね、最初は。これ、ウクライナの入り口は出てこないの。そこがね、問題。あ、長さですか。幅。幅？ウクライナの入り口は壊されるウクライナ使えなくなっちゃう。多分入るよ、この幅なら。ギリギリ微妙なとこじゃん。さっき壊せるんだ。キラなくなった。キラ大好きな